女服の宮は、三重県熊野市肌須町にある女服を祀る神社である。和歌山県新宮市に女服を記念する女服公園がある。神社合詞により一旦は、廃社となるが、1957年に元の社地にて再興した。並田市町の矢賀集落の中にある丸山と呼ばれる小高い丘の上に鎮座する。社地からは、 茶碗のかけらが発掘されており、ジョフクが焼き物の作り方を伝えたという伝説を補強するものとなっている。境内にある大きなくの木は二代目であり、合衆される前の神社は巨木群に囲まれていた。ジョフク神社を構成する神社建築は本殿と鳥居のみである。社地の丸山の北側には宝来山と呼ばれる山がある。創建は不詳であるが、 鶴岡八幡宮の創建を記念して、その翌年の公平7年に創建された、並田主神社よりも前から存在したとされる。除福神社では、稲荷神社を合わせて祀っていた。1907年6月22日に、並田主神社に行使され、一旦は、敗者となる。社地であった丸山には、除福の墓と刻まれた石踏みの実が残されたが、 中国人を神として祀っていることを伏せて住民は、密かに信仰を続けたという。1957年4月に、ミタ主神社から分子され、旧社地にて、除福神社が復興した。復興以来、除福伝説の研究家や家教など地域住民以外の参拝者が増加した。1960年代に、除福の宮の参道修復工事中に古い貨幣が、 発見された。2002年11月になって、中国人学者の鑑定によって、信頼の半量線であることが判明した。女服の伝説が残る場所は、日本国内に20カ所以上も存在するが、ナミタ首長には、上陸地であることを裏付けるものが数多く伝わり、有力な場所とされる。また多くの地域では、女服のことを、女服さんと親しみを込めて、呼ぶのに対し、ナミ長では、 女福様と呼んで神格化しているところに特色がある。ナミタ主の女福伝説は次の通りである。霊祭は、ナミタ主神社と同じ11月5日である。ナミタ主神社の霊祭同様、特別な祭祀が行われることはなく、753、参りや持ち巻きが行われる程度である。女福の宮がある、ナミタ主町の矢賀集落では、春分の日に、浜辺で、 女服の遭難供養行事を営んでいる。ありがとうございます。